久保さん、ここにはね、稼ぐ人はなぜ一円玉を大事にするのかという本があります。ということで、今回は稼ぐ人はなぜ一人を大事にするのかにしましょうか <laughs> ね。ね、稼ぐ人はなぜ一人を大事にするのかと。まあ、稼げる人って、稼げる人の常識っていうのは、 その一つ一つの積み重ね一人一人から金をもらっている一人一人のクリックが相対的にあるっていうことを常識として捉えてますただしあの稼げない人の常識っていうのはたった一人かという常識の中で生きていますもう一度言いますね稼げる人はその一つ一つの積み上げだっていうことが常識になっていて稼げない人はたった一人かということが常識になっています そんな一人集客してね、一アドレス、一人で、一人のメールマガにえ送って売り上げ上がるんですかと。リスト数が少ない。リスト数があれば。みたいなね <laughs>。どうすかね、久保さん。以前久保さんが確か、あの、一人に対してメールマガ送ってたみたいなね。自分みたいな <laughs>。自分のメールアドレス登録して、自分に送るみたいな。なんかやってたって言ってたような気がするんですけど <laughs>。その一人すら自分みたいなね <laughs>。 どういうことやねんっていうね <laughs>。まああのギャグがありますけどまあでもそのギャグと捉えるのかそれを真摯に捉えるのかであなたの稼ぎは変わります。いってらっしゃい。